田さんとしては、もうそれは和解したふり、和解するふりをして全部聞き出したんですよ。あ、もうカウンターパンチを打つつもりで行かれたっていうことなんですか。だってそもそも立花の前の家の前の凱旋で、この内容は決まってましたから、もうこのやることの。あ、そうなんですね。じゃあ、暴露、もうわざと。暴露することはもうこっちでネタ集まってたんで準備してて、はい、で、あえて、もともとは約束してたんで、黒川さんが。はい。約束してたんで、まあ、とりあえず行ってくるかっていう感じで行ったんですよ。で、そしたら、途中で折原を呼んできたんです、内緒で、黒川さんに。で、はい、黒川さんとのことを丸め込もうとしてきて、取り込もうとしてきたんで、俺が黒川さんからずっと LINE で報告受けてたんですよ。はい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 。で、じゃどうそれだったら俺にも話さなきゃって感じで俺が呼ばれて、俺はずっと話をって聞いててあげてたんですよ。はい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 。で、全部録音は撮ってるんですよ、それで。で、あ、じゃあそうだね、大津さんから離れないとねって言って、はい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 。ただそしたらバカみたいにベラ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 折原が話し始めたんですよ。Z リーからメールもらってるみたいなとかってこととかも。そういうことなんですね。そういうことです。騙されたふり作戦です。ただの。オレオレ詐欺と一緒です。あ、そのヒロシさんの動画を見る限り、その。だから、ヒロシ君の動画を見てもしょうがないんですよ。もうヒロシ君は自分たちがそれをやってしまったことに対して、うん、どうやって言い訳をしてるだけなんですよ。Z リーとか青汁に対して。ああ、うん、なるほど、なるほど。だから自分たちが責められないように、だって苦しいじゃないですか、はい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 、そもそも。はい。だから自分たちを守るための動画だと思いますよ、あれは。だから何の参考にもならないと思いますよ。ああ、うん。あれは何の参考にもならない。そういうことです。あれはちょっと苦しいわ。だから別に、もともとその予定はしてたものだから行ったっていう、もともと会う約束をしてて。はいはいはい、はい。で、歌舞伎町のビズっていう変な、なんだろう。会員制のバーみたいなとこ行ったんですよ。はい。はい。で、俺らがこっちに着くと思って、ペラ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 ずっと喋ってたんですよ。酔っ払って。ペラ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 。じゃあ逆に向こうは勘ぐらなかったんですか？だってそんなのね、勘ぐらないですよ。あ、そうなんですか。もう和解されてるもんだと思われてた、うん。いや、和解をしたわけじゃないんですよ。和解をしたんじゃなくて、その、はい、要は、もう大津さんについててもしょうがないと、はいはいはい、しょうがないですよってことを言ってきてて、でなんかわけのわからないことを言ってたんですけど、はい、でなんか訴訟を起こしてきますよ、立花には絶対訴訟負けますよみたいなこともずっと言ってきた。であとそれで黒川さんを落とすのに、要は大津さんが悪口をずっといっぱい言ってましたよと、はい、で黒川さんのことを実は記者会見やった時に切ろうとしてたんですよみたいな、だからもう元々いつ切られてもおかしくないんですよみたいな揺さぶりをかけてきたんですよ。はい。だけど俺とか大津さんとかもみんな話してるじゃないですか、よくずっと。だからそういう揺さぶりを、心の揺さぶりをかけてきたんですけども、そんなのも見え見えだったね、乗らなか乗ったふりをしたってだけです、こっちは。ああ、そういうことだったんですね。分断工作ですよね、やってきたことが。ああ、なるほど。あ、それでじゃあ、はいはいはい。そうっす。で、分断工作で失敗した言い訳をしてるんですよ、単純に。あー、なるほど。だからあの動画は、どちらかというと、自分らの支持者、要はヒロシ君の支持者、あとは、その Z リーとか、青汁に対して向けたものだと俺は思いますよ。あー、そうだったんですね。そう、俺らはちゃんとやってました、みたいな。あ。で、ヒロシ君が一番恐れてるものって、Z リーの暴力なんですよ。はい。だから泣いてんじゃないですか。泣いたな、たくさんな。え、そんなに、めちゃくちゃ泣いて。暴力とか振られるんですかね。いや、暴力っていうか、その暴力措置ができるじゃないですか、その半グレとか周りにいっぱいいるから。うん、ああ、そういう危険性があるんですかね、ヒロシさんには。そうだから、いや、ヒロシさんにはじゃなくて、Z リーが暴力をかましてくる可能性があると、動く下の人間がいっぱいいるってことです。ああ、そうなんですね。半グレとかを動かせるんで、はい。だから、そういうことです。あ、そうですよね。わかりました、ありがとうございます。あと、すみません、ありがとう。はい。青汁さん関連なんですけど、はい。越山さんとかは取り込まれてるんですかね。なんでします、越山浩二さんはパートナーですね、元青汁さんの。青汁と訴訟やってた元部下ですよね。そうですね。ちょっと越山の動向は分かってないです、特段。ちょっと僕らも過去の青汁
問題ってまださほど分かってないので、まあ今ちょっと調査をまさに始めたぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。でもツイッター上にいらっしゃいますよ、越山さんは。あ、まあそれはいると思うんですけど、はい、なんか別に越山さんもなんかいろいろなんかちょっと どうなんですかね、なんかまあちょっと特段別に信用したい人でも今のところ俺はないので、うん、あ、そうなんですね。はい、ただもうその情報集まってきてるんで、とりあえず。はい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 。ああ、そういうことなんですか。もともとのメインが立花じゃないですか、こっちの。はい。それをめくってったら出てきただけの話なんで、そうだ、集まってきてる証拠の精査ができてないんですよ。うん、あ、まあそうですよね。たくさん、うん、集まってきてますよね。たくさんあったと、もっと痛い。多分ガセもいっぱいあるんで。あ、だから証拠があるものだけを出したってイメージです、この間は。もう、まあ、だからいっぱいあるんですよ、もっと。うん、ただそれはタラレバの話もあるだろうし、あ、フォントっぽいねって話もあるんで。はいはいはい。ただそれはだから憶測のものは出してないんですよ、こっちは。まあそうですよね。峰島さんの時ガスネタ捕まされましたからね。そうそう、だからそれもあるんで出してない、証拠があるものだけを出したっていうのがこっちなんですよね、とりあえず。だから、ね、その訴訟を起こされても打ち返せるもの。はい。だって訴訟で打ち返した方がいいじゃないですか、こっちも。そうですね。裁判記録として残るんで、その右翼の時みたいに。はいはいはい。そうすれば永久的に残るじゃないですか、それが。認められれば。そうですね。だから、バカみたいに証拠出せって言ったら、バカかって言いたいと、お前らバカかって言う、本当に。お前らバカかって言いました。あ、わかりました。なるほど、ね、はい、ただちょっと次、ただちょっとやっぱ期待してる人とかあるんで、当たり障りのないちょっとどぎついやつを、ただのミサイルくらいのやつを黒笠が撃ちます、一発。あ、明日ですね。それが明日ですね。核弾頭までいかないくらいのミサイルをちょっとバツって一発撃ってみようかなっていう。本当に楽しみですね。本当にあるよ。ワクワクです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、次、最初は上がったのがチュミパパさん、はい、気をつけてください、くれぐれも。はい、失礼します。はい。